アイドルグループ、日向坂46の正源寺洋子、平尾ほなつ、藤島かほが2日発売の、週刊ヤングジャンプ、集英社49号に登場。表紙関東グラビアを飾った、日向坂46の4期生である正源氏平尾、藤島は3人揃って貴重なグラビアを披露。紙面では、タンクトップに短パン姿で楽しそうにはしゃぐカットや、 制服で海に入るなど青春感のあふれるカットが掲載されている。さらに、肩出しのワンピースを着た3人が、スポットライトの中でクールにポーズを撮る写真も。彼女たちの多彩な魅力が詰まったグラビアになった。センターグラビアに登場したのは、アイドルグループ、メタムセ、のしずめのどか。 同グループのオーディションで、プロデューサー兼メンバーである大森聖子に、他と比べられないほどの存在、問いはしめ、3000人を超える応募者の中から、唯一選出された最強美少女がヤングジャンプ初登場となる。巻末グラビアは、ラブライブ、スーパースター、嵐千里役の声優、三崎ナコが飾る。本誌にソロで掲載されるのは初めてで、今後は彼女の魅力をクローズアップしたグラビアになっている。 紙面では、T シャツにショーパン姿で元気に外をかける姿や、片出しのニットを着て優しい微笑みを浮かべる姿など、様々なカットが収録される。さらに今号は、付録に令和ナンバーワンキャバ嬢、姫香の特別小冊子が付属。前号に続き2号連続登場の快挙を果たした彼女のクールでセクシー、そしてやっぱりキュートな魅力が見られる。